誰かと約束があるんじゃないですか？チャイムと共に駆けつける愛の力だって言ってるじゃないですか。いつもお熱いことで、それじゃあお先。先輩、美穂というものがありながら千秋さんをデートに誘うんですか？由美ちゃんと一緒に京香ちゃんのお店に行くつもりだけど。いいけど、どうして？美穂も一緒に行く。千秋ちゃん、お待たせ。あら、随分大勢ね。みんな今日からお店に行くの？そうみたいよ。団体様ご案内で京香ちゃんも喜ぶでしょ。誠がいないようだけど。たまには誠ちゃん抜きもいいじゃない？トロトロしてると置いていくよ。まことちゃん、誰かとデートかな。美穂、あんた人のことを詮索しすぎだよ。千秋さんが割り切りすぎなんです。二人とも着いたわよ。マリア様、こんにちは。いらっしゃいませ。誠ちゃんの声がする。でも、いらっしゃいませって言ったような。あれ、美穂に千秋にやっぱりまことちゃんの声だ。でも声はすれども姿は見えず。美穂、さっきから何言ってるの？似合うでしょ？コスプレが趣味なの？違うわよ。今日からこの店でバイトすることになったの。そうなのよ。昨日突然来て雇ってくれるまで帰らないって。甚五郎さんが倒れて京香も大変でしょ。ちょっとでも役に立ちたいの。経費の中で一番大きなウエイトを占めるのよ。バイトを雇うのも大変だって分かってる？大丈夫よ。時給は500円だもん。500円？それはそれで労働基準法違反なんじゃ。最低賃金に足りない分は教科に勉強を教えてもらうの。個人教授、十分お釣りが出るわよ。働いてもらおうと思ったの。誠、ありがとう。やだな、改まって。美穂は何もできないけど、できるだけこのお店に来ます。お小遣いみんなあんみつに使っちゃおう。私もそれくらいしか協力できないもんね。大食いには自信あるよ。お店のレイアウトを考えてあげるわ。風水で店の売り上げも変わってくるのよ。さあみんなどんどん頼んでね。あんみつ大盛り2杯持ってきて。私ダイエット中だからいつものサイズのお団子で。ダイエット？それで協力するって言えるの？その分美穂が食べてくれるわよ。精一杯頑張ります。そうだ、店の隅に占いコーナー作れば若い女性客がぐんと増えるわよ。みんないい子たちね。幸せになれるといいね。一つの校舎だけで何十枚も窓ガラスがあるからね。そうね、教科と相談してみる。誠って偉いわよね。うん、友達を思うことは誰にでもできるけど実行に移すのは大変だもん。そうかな。そうね。康介くん、明日ついてきてほしいところがあるの。ありがとう。占いの先生のところ。理由を言わなきゃ来てくれない？けど、どうして？占い師に占ってもらったことあるの？それって単なる食わず嫌いじゃないの？実際に体験してから判断してもらいたいわね。本当？よかった。じゃあ明日この間と同じ地下街で待ってるね。にぼーっとしてるの。急いで。予約時間5分遅れたらキャンセルになるのよ。早く。友達のことは安心するがよい。すべてうまくいくと出ておるぞ。そうですか。安心しました。じゃが。何ですか？二人の未来には暗雲が立ち込めておる。獅子座と魚座、星座の相性も最悪。さらに水晶にも陰りが見えておる。ということはこれ以上近づかん方がお互いのためじゃ。そうなんですね。だけど、全ての可能性を否定されるのは面白くないじゃない。で、どうだった？初めての占いの感想は。こうすけくんっていいやつだね。初めて知った。うそうそ、前から知ってたよ。さあ、気分転換に。今日は次も次も次も私が入れてるからね。私が飽きたらストレス発散にはこれが一番。何か言った？いっぱい歌っちゃった。やっぱりいいね、カラオケは。どうしたの？元気ないよ。いっぱい歌ったらお腹空いちゃった。焼肉でもフランス料理でもこうすけくん見てたらついからかいたくなっちゃうのよ。反省？こうすけくんが？どうして？私の気持ち？失敬な。見直した？コウスケ君、ちょっといいかしら。かなりいい感じじゃない？そうなの？そうよ。マイナスの暗示があればプラスの暗示もあるの。暗示を与えることでユミちゃんのようなタイプは恋の加速度が増すんだわ。ユミちゃんへの攻め方は決まったわね。本日の格言。暗示を与えることで時に恋は加速度を増す。